注意事項だよ。問題はないかな？それじゃあ、ゆっくりしていってね。30秒くらいでわかる前回のあらすじ。私は全身全霊を持って、あんたのお尻をはちゃめちゃにする。何言ってんのお前。いや、さすがにそこまですることなくない？生意気なメスガキカッパを分からせるには古今東西、尻子玉ぶっこ抜きだってお決まりでしょうが。冗談だよね。ゲームキルカンコールやばいマジだ。なんなら両手で私の尻をやる気だ。やめろよ。私は親友に尻をまさぐらせる趣味はないぞ。私にはある。知りたくなかった。親友にケツ穴狙われてる事実なんて知りたくなかった。そうね、この思いを知られてしまった以上、もう親友には戻れない。一生、幸せにしてみせる。寝取られるいやー、平和ですねー。助けてミコさん。平和だったんですがねー。カッパさんってば、そんなに慌ててどうしたんですか？私の尻子玉を守って、はい？お尻の一方通行が脅かされてるんだよー。は？お尻の一方通行？あ、なるほど。カッパさん、座薬というのは特殊性癖を合法化したそれに見えますが、実際はとても合理的な。そんな日常系アニメみたいなほのぼのした騒ぎじゃないんだよ。このままだと私のお尻はが、釣り両軸系まっしぐらなんだよ。失礼ね、両軸じゃなくて極めて一方的で過激な純愛よ。追いつかれたし何回に不明な供述してやがる。ミコさんお願いだ。あんたの奇跡であいつを止めてくれ。なるだけ穏便に頼むよ。姉妹喧嘩だか際喧嘩だかわかりませんが、よそでやってくださいよ。姉妹でも恋人でもしないようなことをされそうになってんだよこっちは。お、なんだかすごく危機迫るものを感じますね。山わろさん、カッパさんが尋常ではない様子ですが、あなたは一体何をするつもりなんですか？積年のラブ注入、より具体的には、リアルガチ監禁ゆっくり尻子玉分からせ168時間。なんて？大丈夫、のんけの壁は壊せる。こいつ私の尻だけじゃなくて価値観までこじ開ける気だ。とりあえず、話が通じるような状態ではなさそうですね。カッパさんにはお世話になってますし、ここは人肌脱ぎましょう。ちょっと手荒に行きますよー。待って、頼む、物騒なのは勘弁してくれ。力ずくでいいなら私の機械でだって対処できるんだ。ここに来たのは、あいつを傷つけないで止める方法が思いつかなかったからなんだよ。むちゃくちゃを言ってるのは正気だけど、頼むよー。私じゃどうにもできないんだ。まさしく神にすがって、ということですか。そういう事情だと弱りましたね。私の奇跡を起こす程度の能力は、そんなに便利なものではないんです。特定の狙った奇跡を起こすには前もって儀式が必要。即席奇跡だと、方向性くらいは絞れますが、何が起きるかわからないパルプンテ仕様に。ミコさん、これは忠告じゃなくて警告だ。私の恋路の邪魔をするなら、あんたの尻にもわかってもらうことになるよ。やばい、私以外の尻までロックオンし始めたら紅白のミコまで出てきかねない。あっちのミコはダメだ。マジで加減しないんだからあのハイパー脇見せ女。なあ、あんたこの前揚力を吸い取る奇跡とか使ってたじゃん。あのお得意のバキューム的なのでさ、あいつの性欲をスッキリさせるとかできないのかい？言い回しに悪意ありません。まあ、やってみますか。邪念を払う奇跡、みたいなのが出ればどうにかなるかも。秘術、グレイソーマタージ。よいてこショット。今の絶対バフとかデバフとかじゃないよね。ダメージ判定ある系の技だよ絶対。いえ、エフェクトが派手なだけです。デーモンスレイヤーでいう月の呼吸みたいな。エフェクトにダメージ判定あるやつじゃねえか。おい、大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。おい、邪念を払うどころか別次元の何かインストールされてないか？ああ、この奇跡か。比較的大丈夫じゃないやつですね。大丈夫じゃないの？あんな自信満々に大丈夫だもう満体つってたのに。おい、しっかりしろ。そうだ、名前、自分の名前言えるか？72通りの名前があるから、なんて呼べばいいのか。お前の名前は常に山城高根だよ。いいの？高根、なんかウケる。笑ってる場合か。どうすれば戻るんだこれ。イケボだしこのままでもいいのでは。あんた時々天然通り越してサイコになる時あるよな。さっき比較的大丈夫じゃないって言ってたのあんただろう。なんだい、さっきから想像しいね。おや、カッパの、それに雰囲気がちょいと妙だけど山わろのも。神言っている。神だけども。このイケボは、またあの奇跡かい？今月もう72回目だよ。なぜか最近、即席奇跡を起こすと高確率でこれになるんですよね。もはや何かの呪いなんじゃないの？それより、ちょうどいいや神様。そっちのミコさんの能力はもともと、神様のカゴ由来なんだよね。私の親友を元に戻す方法を知らないかい？この子の奇跡はもう私らが授けたそれとは別物に近いからね。あれとかどう？愛する者との接吻で呪いが解ける的なの。いや解けるかは知らんけど。おい、この神様ミコの起こした奇跡をナチュラルに呪いと同列視してるぞ。ゲセム。だってさ、イケボだから多少中和されてるけど、いきなり声色がガラッと変わって世界観の違う発言を連発し始めるって状況。完全にホラーじゃん。洋画なら悪魔払いアクションが始まりそうですね。邦画ならそれを皮切りにどんどん人が減っていくやつ。おい発動者。神は言っている。私はカッパの濃厚なキスで元に戻ると。あ、マジでそうなの？いや、今の普通に喋ってたので、
多分山わろさんの願望では。待ってろ、今元に戻してやるからな。え、やるんですか？そりゃあ、少しはためらいもあるけどさ、私にだって優先順位ってもんはわかる。親友を取り戻すためならファーストキスだろうがダース単位でくれてやるよ。わあかっこいい。権力で騙されているという点を除けばね。大丈夫ね、もう問題ないわ。そしていろいろ吸い取られたらしく抜け殻になったカッパさん。顎ごと持っていかれそうなくらいバキュームされてたね。小娘たちの乳くり合いを見てまさか命の心配をする日が来るとは。あの程度でだらしない、と言いたいところだけど、さすがに少しやりすぎたかしらね。いろいろと熱く燃え上がりすぎたわ。なんだか急に落ち着きましたね。端的に言って賢者タイムよ。随分とお楽しみだったようで。山の巫女に土着心様、今日はお騒がせしてしまって申し訳ない。後ほど、お詫びに最高の酒をお持ちしますので、それでどうにかご勘弁いただければ。おや、それは楽しみだ。ところで、そのカッパさんをどうするんだい？いや、別にこのまま手ごめにしようったって君たちの恋路だし、止めやしないけどさ。古今東西、荒っぽい手段で手に入れたお宝ってのは厄災を呼ぶものだからね。忠告くらいはしておこうかなと。ええ、賢者タイムのおかげで私も帰り見ました。こいつは私に無理やり押し倒されそうになったってのに、私に怪我をさせずに止める方法を探した。私が想像していたより、こいつは私のことを思ってくれている。あの様子ならきっと尻子玉を快楽漬けにしなくたって時間をかければ自分から尻を開かせることもできる。その時までは親友として、寄り添い合っていくつもりです。いいことを言っている風ですけど、一つ前のセリフがな、いいんじゃない？根拠のない絆よかよっぽど丈夫そうだ。このカッパはいい友達を持ったね。とりあえず、今後の関係修復に努めなければ、失った信用と信頼を取り戻すのは容易ではありません。竹林の薬師に記憶を改ざんする薬や術式がないか、確認しに行きましょう。あれ本当にいい友達ですか？ダメかもわからんね。どうも、解説担当のミコです。ゆっくり茶番劇で学ぶ世界のことわざ、茶番劇部分は楽しんでいただけましたか？今回はなんと、ピックアップことわざが2つあるそうです。一つ目はこちら、神様にもノリト。ノリトとは、簡単に言うと神様にお願いや感謝を伝えるための言葉ですね。神様にも言葉を持って願いや思いを伝えるのだから、人や妖怪が言葉なしに他者の願いや思いを知ることはできない。わかりきったようなことでも、言葉にしなければ相手に伝わらないことがある。大切な誰かには、ちゃんとその思いを言葉で伝えましょう。今回の山わろさんの暴走も、何やらカッパさんとの関係で悩んだ末のようですし、カッパさんが山わろさんを大切に思っていると伝わったことで一件落着、しましたよね。ピックアップ二つ目はこちら、人にして常なくんば、持って笛をなすべからず。人の常、いつの時代も変わらない良心、それを持たない者は巫女や医者でも救えない。善なる者、悔い改めた者でなければ救えようがない、手がつけられないって感じですね。今回の一件はわかりやすいですね。仮に私がどんな奇跡を起こしていたとしても、カッパさんに親友を思う良心がなければ、山わろさんは尻子玉に伸ばした手を引くことはなかったでしょう。そして山わろさんがカッパさんの思いを受け止めそれを信じる良心を持っていたから、平和に解決したのです。平和に解決しましたよね。ちょっと様子見、お見舞いに行ってきますね。ご視聴ありがとうございました。